はい、ここの田んぼと、もう一個向こうの田んぼに入ってくる水がですね、実はこっちから水源がこう来てるんですけれども、本当はこっちの、こう水が来て、この下を通ってですね、で、ここの側溝があるんですけど、ここを通って、こっちの田んぼと、あっちの田んぼに水が行くはずなんですが、なんとですね、冬の間にここが土砂で埋まってしまって、こっちに来なくなりましたんで、ちょっとですね、これ何人かで人数集まった時に掘り返す必要があります。ちょっとね、一人で、少しゴミを取って、ここに木がいっぱいありますが、そこにね、ガーッとなってたのをですね、取ったんですけれども、ちょっと一人だと結構大変なんで、あと今日ですね、ちょっとこのトラクター掛けに来てまして、まあ、スコップとか持ってきてないんで、またこれ後日、やりたいと思います。こっち水がたまらないとですね、この白牡蠣ができませんので、ちょっとこれはですね、急ぐ必要があります。はい、道具を持ってきましたんで、ちょっとですね、これでこっちに水を通せるようにしたいと思います。穴が発見されました。ここをちょっと開けてみたいと思います。ここにカエルの卵がカエルの卵がありました。ちょっとあっちにある。すごい。よくこんなとこにいました。なんか空き缶が出てきました。誰でこれ、こういうゴミを捨てていく。しかもこれなんか缶チューハイっぽいですね。ダブル、サントリー、レモンウォッカって書いてます。ちょっとこれは持って帰ります。ちょっとここはですね、綺麗に、ちょっとしたいと思います。ここですね、これちょっと削りません。コンクリートで固められたマスですね。これが出てきたんで、固めようにしましょう。
なんか缶詰の蓋が出てきました。とりあえずここは一旦これで終わりにしておきます。じゃあちょっと田んぼに水を入れてみましょう。はい、見事にねここからこっちに、水が出てくるようになりました。これは嬉しいことです。ただですねこの田んぼに水を入れるには、そこからまた水をちょっと通す必要があります。ここに開け口があるんですけれども、これを開けるためにはですね、これを開けるためにはやっぱりここにちょっと詰まってる泥を取ります。はい、ここからここの間の穴にちょっとね泥が詰まってるんで、ホースでちょっと開けたいと思います。はい、これ他の動画でも、数多く登場してる、ホースですが、これがね非常に使えますね。今日もここで使います。なかなかちょっと出てこないんですけど、こっちからですね水がこう、出てくるところがあるんですが、ちょっとここの泥が分厚くてこうついても出てこないんで、ここをちょっと移ってきます。ちょっとどこから出てくるかがよくわからないんですが、ちょっとある程度どけたいと思います。この辺がある程度薄くなることでホースの先っぽが出やすくなると思います。パイプが見つかりました。これですね、先っぽがなんかもっとこっちの方っぽい。
ここですね、先っぽ。ここが最初の出口っぽいです。出た。よし。はあ。はあ。これ OK。これはかなり詰まってんな。だいぶ勢いが良くなりましたね。はい。はい、ここはね、簡単です。ここ、開ける開ける。これここ土砂災害があって埋まってたんですけど、まあ、大宮さんにユンボで直してもらったんで、綺麗になってます。はい、ということで、無事、ここと、二つの田んぼに水が入りました。はい、こちらがですね、現在の、稲の様子ですね。はい、まあ、こんな感じですね。だいぶもう穂が、垂れ下がってきました。まあ、無事にね、作付けもできてます。そして、こちらがですね、この今のところの、下の田んぼになりますが、まあ、こちらもですね、無事にしっかり作付けできて、まあ、いい感じで実ってきています。もう穂がね、ちょっとずつこう垂れ下がってきました。まだね、色が、緑色なんで、これがどんどん黄金色になってきて、来るとですね、まあ稲刈り始まりますね、楽しみになってきた、時期です。はい、それではね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。